はい、今回はですね、ウェミウスから出ていますトレイルカメラ H1、こちらですね、の、テスト撮影を行う際にですね、とりあえずね、設定とかそこら辺のをざっくり紹介しておきたいと思います。12メー、5メガピクセルの映像と、IP56 の防水があるというのと、まあ、フルハイビジョンの映像を撮れるというところですね。で、動作はですね、電池で、単三電池で動くんですけれども、4本でも動作可能です。8本にすることで、長時間撮影することができるので、まあ、用途に合わせてね、本数選ぶ方がいいかなというところです。設定方法となんですけれども、記録はマイクロ SD カードで、設定はこちらのオフ、テスト、オンのスライドスイッチで行います。テストの段階にスレッチすることで、こちらのメニューボタンと画面を使って設定します。で、オンにすることで撮影開始となります。はい、ではね、実際テストして設定していきたいと思います。作業モード、撮影、録画、写真とビデオですね。ちょっとね、言葉があれですけれども、撮影が写真、録画がビデオ、写真とビデオで写真とビデオを連続して撮る。まずは写真を撮ってビデオを撮るとなっています。今回は写真とビデオに設定しています。写真の解像度、今回は12メガピクセル最高ですね。4000×3000 ピクセルとなっています。で、連続撮影、写真の連続撮影枚数ですね、今回3枚に設定しています。で、ビデオの解像度、1920×1080p 25フレームになっています。で、あとはビデオの長さですね、今回は30秒に設定しています。で、あとは録音するかしないかですね、オンしておくと、ショットラグですね、センサーが感知して撮影開始して、撮影終了後ですね、次の感知が始まるまでに何分するかというところです。で、今回は1分というタイムラグにしています。で、側面運動センサーですね、もちろんオン当然ですね。で、モーションセンサーの感度、中高低というふうになっています。今回は高で、監視時間、特にね、この時間だけじゃなくてオールレンジで監視しますのでオフにしています。タイミングで撮影、まあ、時間設定してね、その時間でやるんですけども、これもやりません。まあ、言語は今回日本語、時間指定とかはね、起動時の設定そのままを使用しています。はい、以上ですね。
で、記憶にはマイクロ SD カードを使用していて、今回はクラス10のものを使用していますが、特に録画でね、カードキーによる問題は発生しなかったので、クラス10レベルであれば問題ないかなと思います。はい。この後ね、実際撮影した映像の方を流しますので、そちらを参考にしていただければなと思います。以上ですね、今回紹介したのは、ニューメイに使われていますトレイルカメラ H1。こちらの方をざっくり紹介をしました。はい、以上です。